皆さんこんばんは、 MK です。プリンセスピーチショータイムパート31やっていきましょう。今回も前回に引き続きクリア後の要素を進めていければと思います。前回は1階のボスミラーバードの再戦を終わらせることができたということで、今回は2階のボスの再戦からなんですけども、2階の忍者キラリスタの弟子探し中途半端になっているということで、あと1ステージだからちゃちゃっとやっちゃいましょうか。じゃあまずはこちら、名探偵の1、名探偵の事件簿、狙われた壁画の3人探していければと思います。全ステージに忍者キラリスタの弟子いるの、結構全部見つけるの大変だよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。普通に全ステージなんだもんね。っていうかさ、前回1回は全部終わったんだけど、もしかしてアルバムの写真追加されてたりするんでしょうか。ちょっとそのあたりも今回確認していければと思いますが、いきなりいるか、あ、いるねいや、わかりやすすぎて逆にあれなんですけども、かくれんぼとして成立してんのかそれは。はい、じゃあまずは1人目、こちらを、はい、見つけていきましょう。見つかったでござる、見つかったでござるしか言わないしな。え、そして待てよ、こっちとかありえるんじゃないか。確かそうだよね、シルクハットおじさんがいたところなんですけども、いないか。今のところ舞台裏とかこういうまあ分岐後の場所で忍者ごっこは見つけたことがないんですけど、いや、やっぱりこれはびっくりした。いや、やめてくれ。こういう正規ルートの道中にしかいないってことなんでしょうか。持ってるものをよこしな。 MK さんはもう後ろの背景しか見てないんですけども、こういうとことかもいないよな。扉に隠れているのが一番最初のパターンだったので、なんか扉が怪しいなとずっとチラチラ見ているんですが、あんまり関係なさそうだ。そしたらいるか。ちょっと待って、逃してないよな。もうだって名探偵、あ、いた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 。そんなわかりやすいところ、いや、警備員が気づいてないのおかしいだろうなあそれワンチャン中入られちゃうぞ。おい警備員、ちゃんと警備して、後ろに忍者ごっこの人いるから。それが気づけないようじゃ警備員として失格では。はい、もうお帰りくださいと言っておりますが、左の人は帰らなくていいんでしょうか。え、これさ、現時点でも見つけられますよね。オッケー、見つかったでござる。2人目、見つけることができました。これであと1人、まあ普通に考えたら探偵事務所の中なんでしょうけども、え、いや、諦めないぞ、もう一度作戦を考えよう、君も一緒に来てくれないか。っていうかさ、弟子くん、弟子くん助手くんか、助手くん、あれ、うわー、待って、びっくりした、ここにいたわ。あの最後のね、地下のキラリスタの時偽物しかいなかったのが未だに気になっておりますが、これで全員見つけることができました。そしたらちょっとこっからが面白いんですけど、長いので今日も京都でカット。はい、ということで名探偵ステージクリアでございます。まあ答えが分かってたから推理しなくても、まあこいつとこいつだったなみたいな感じで終わっちゃったので、実は結構早かったです。ということで、はい、かくれんぼの3人見つけることができました。コイン結構溜まってきてるけどさ、これ服増えてるかな。増えてないんだったら前買えなかったステラのリボンさえ購入できればコンプリートだと思うんですけど、どうなんでしょうか。ちょっとそのあたりもどこかで確認したいとは思いますが、はい、これで2階の、忍者キラリスタの弟子は全て見つけることができましたと。ちょっとアルバム増えてないか確認していいですか。待って、びっくりマークがあったということはこれ増えてるんじゃない。おー、増えてる、すごい、ちゃんと再戦のやつになってるんだ。あ、ってことは、1,2,3,4、あれ ?1 個多くない?これミラーバードで、今のヘビで、猫、ライオン、グレープ。あれ ?1 個多くないか?もしかしてなんか隠しボス的なのがあったりする。いや、ボスじゃないのか、ちょっといまいちわかっておりませんが、じゃあ行きましょうか。闇ラージュボス、ホリゾントスネーク。時間の巻き戻しをさせないで、きらめきのかけらを8つ入手。で、ノーダメージクリアと。あ、きらめきのかけら、これ、1回目なかったもんね。再戦だけで出てくる要素ということでしょうか。じゃあ時間を巻き戻させない、これが多分一番難しいので、頑張りたいと思います。時間さえ巻き戻させなければイコールノーダメージみたいなもんでしょう。まあ道中でちょっとだけヘビは出てくるけどね。ふふ、お前らか、劇場をちょろちょろ動き回っているのは、あ、ここも変わってないか。まあ一応見る、どうかしら、この私、グレープの演出する恐怖のショーは楽しんでもらえているかしら。1
応プリズムドレスで来るのは初めてですからね。そうそう、聞くところによると、はい、さっき倒しましたよ鳥は。わあ、ここかわいいよね。お前たちがせっかく私が閉じ込めたキラリスタを助け出したそうじゃないか。あ、そっちの話か。いつの話してる？結構前の話だそれ。ふん、面白い。でもね、一人ぐらい助けたってどうもできまい。全員助けたんだけどな。はい、出ました、ホリゾント少し遊んでおやり、お前たちの演技見てあげるわ、ということで、よし行きましょうか。視線の光がパーって出てくるので、そこに見つからないようにしないと時間が巻き戻っちゃいますね。頑張ってやっていきましょう。ホリゾントスネークはよく見ると舌が出てるんですね。それは今気づきました、ということで、よし行くぞ。待てよ、これで、この光、落ち着け、一回、危な、今のはセーフだよな。で、こっちまで、あ、上にきらめきのかけらがありますので、そちらもしっかり取っていければと思いますが、今のはセーフ。うわ、これ落ち着け、こう来て、こう来て、で、すぐに戻る、危な。で、今のうちに先に進んでおきましょう。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、ちょっと待って、ヘビが来ちゃうから、ヘビを一旦処理して、で、ここで攻撃、素晴らしいよ。でここで一旦待機で、向こうまで光が行ってから、はい、一旦ここで着地して、落ち着け、待て、右行ったところだな、光が右に行ったところで、はい、左の下を取りまして、すぐにこちら起動していく。オッケー、なんとかこれで1ダメージ入れることができますよ。いや、結構簡単な気がするけど、どうでしょう。今回も3ターン目が一番難しいパターンでしょうか。前回も正直ね、1回目と2回目はそんなに難しくなかったんですよ。はい、じゃあ次のエリアに行きましょう。ここどうだったっけか。待て、尻尾の攻撃とかもあったような気がしますけど、まだそこまで考えなくてもいいのか。ここで待機して、落ち着け、右に光が行ったところで、はい、向かっていく。で、ここで尻尾が出てくるから、ノーダメージのためにしっかり避けていく。で、あー、なるほどね、後ろから追いかける形できらめきストーンゲットして、これ行っちゃっていいよね、そこ。オッケー、行かなくていいやつでした。で、後ろから追っていく形でございますけど、ちょっと待って、これ、あっ、ブーネ、今のセーフですよね。時間巻き戻ってはいないかと思います。怖かった、巻き戻っちゃったかと思いましたが、当たってからちょっと巻き戻しまで猶予があるので、そこを使って、ダメージを与えられるなら与えていきましょう。待って、もうこれいけちゃうんじゃないか。できれば何回もやりたくないから、ここで決めたいところではございますが、落ち着けよ、待てよ、はい、こう来て、一旦そこで待機、いいですね。きらめきストーン今のところ全部取ってるっていうことでいいよね。いや、取ってるはずですよ。プリズムドレスが光ってるから、若干いつもよりも見つかりやすいんじゃないかと心配になってしまいますが、うーわ、なんだその場所、ちょっと待てよ、ちょっと待って、あー、なるほどね、一旦右で、はい、待機して、これ左ってさ、すぐ上で行けるか。落ち着け、こう来た、あぶねー、よう取った。そしたら待って、この辺で最後じゃない。うわ、まだだ、まだだな、待てよ、ヘビ来るよね、ヘビ、待てよ、こう来て、はい、尻尾攻撃が来ますが、ものともせず、オッケー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 、で、一旦ここで隠れとく。で、尻尾攻撃来ます、ここ盾来るよね、はい、盾が来ますけど、しっかり避けて、これでどうだ、オッケー、待って、3段階じゃない、ちょっと待って、きらめきのかけら全部集めた、きらめきのかけら集められてなくない、まだだったっけ、まだか、これ、きらめきのかけら、あれ、あ、待って、全部集めたか、足りなくなかったか今、集めた、足りなかった、ちょっと待って、分かんなかったんですけど、ピーチさん、きらめきのかけらって全部集まっていますでしょうか。ちゃんと数えとくんだった。いや、取った気がしたけど、ああ、よかった。ということで、きらめきのかけら8つ入手で、ノーダメージクリアで、時間の巻き戻しをさせない、クリアすることができました。怖っ。やば、なんだ今の。ちょっと、きらめきのかけら集まったんなら、集まったってなんか音で教えてほしかったな。ということで、ちょっとじゃあ今のアルバムも見ていきましょうか。再戦でゲットできたのがこちら。おー、かっこいいね、いいね、これかっこいい。
ということで、プリズムドレスは反映されないんだな。まあそれだと全部の衣装で集めないといけなくなっちゃうからな。ということで、はい、次は3階でございます。いきましょうか。最初が、スーパーヒーローか、ミッションエイリアンクライシス。こちらもかくれんぼ3人見つけていきましょう。新しい能力なので、スーパーヒーローに変身する前に、3人ともいるはずなんですけども、結構スーパーヒーロー変身するまでが長かった記憶があるぞあれ、そうでもなかったっけか。なんか最初なんか囚われて、なんか基地みたいなところで、なんか博士がさらに追い詰められててみたいな感じじゃなかった？博士がなんか火事に巻き込まれてて助けてみたいな、あれ、いや、なんとなくで合ってると思うぞこれ。大変さらわれてる、早く助けなきゃ。ちょっと待って、うわー、ブーネスタート後ろだ。ありえるよね、クリア後だもんね。スタート後ろ、今回からっていうか、まあ最初から見てるけど、ちゃんとこれマジでちゃんと見ないとやらかすようになってきたぞ。スタート後ろ全然ありえます、こっからも。待て、君たち、あ、これ助けないといけないのな、一応な。別に助けなくてもいいんだけどな、今回の目的的には。え、あー、きらめきストーンゲット。助けなきゃ先に進めなかったのか。いや、そんなことなかっただろう。はい、で、うわー、いっぱい来てるけど、ちょっと待って、MK さんはもう背景をずっと見るので精一杯なんだ。シルクハットおじさんがそこにいますが、ちょっと待って、これ、こういうとこ落ちろとかって話はないよね。いや、さすがにだろ。さすがになはずだ。で、はい、落ちちゃった君を助けて、こういう上とかも、待って、車のところ乗ってシルクハットおじさんなんですけど、シルクハットおじさんしか、あ、いた、一人、よかったよかった。お、落ちると言っておりますが、ちょっとこれ火のところでかくれんぼって大丈夫？その布は燃えないの？まあ偽物の火だからいいんでしょうけども。ということで2つ終わり、あと人、あー、いた、オッケー。ということで、かくれんぼちゃちゃっと終わらせることができました。ここからは同じ内容になりますので、またカットでいきましょう。はい、ということでスーパーヒーローも終わりました。もう変身的には半分くらいなんでしたっけ、スーパーヒーローで。あれちょっと MK さん、全然全部クリアしたのに何種類変身があったかって言われたらパッと答えられないんですけど、8種類くらいか、7種類か8種類ぐらいだよね。え？みんなパッて出てくる数字、出てこないよね。はい、ということで、まあ、もう来たものをやるしかありませんから、はい、スーパーヒーロー終わらせることができました。そしたら次、カウガール行きましょうか。カウガールは、2回目のステージになりますので、最初から変身状態でございます。なので、キャストン、じゃなくて、まあ、キャストンでもあるんだけど、忍者のキラリスタの弟子もちょっとまばらになっている可能性がありますね。そう、これまではね、変身前のところに固まってたりしたからすぐ見つかったんですけど、ゴール直前という可能性もありますよ。しっかり見ていきましょう。さっきスタート裏だったから、今回はスタート裏はまあいないわな。ん？地震か？これどういう話だったっけ？あ、電車か。なんか電車が暴走しちゃって隣の町が大変だみたいなお話だったと記憶しております。合ってましたね。キャッホー。そしてそこに今一人見えたな、いるね。待って、ピーチ勝手に行かないでよ。いや、さすがにこれ強制スクロールじゃないよな。強制スクロールってか、強制的に次の場所行くわけじゃないよね。こんなさ、キャストンたちの話聞いててさ、後ろの忍者キラリスタはどういう気持ちなんだろう僕も街を助けなきゃって思わないのかな。隠れることで精一杯なんでしょうか。ということで、はい、まずは一人見つけることができました。ただこれさ、馬の強制スクロール中には絶対出ないよね。ってことは、あれ、もう強制スクロール中は考えなくていいのか、それとも本当に一瞬で押さない。いや、そこまで言わないよな。待って、可能性ある、これ。いや、強制スクロール中はさすがにでしょ。これで本当特定のタイミングで B を押さないといけないとかだったらやりすぎだと思うんだけど、一応ちょっとみんな見て、背景 MK さんも見てはいるけど、いや、いないよな。いや、やりすぎだと思うよ、ここでいるのは。下と大丈夫か。待って、いないよな。はい、きらめきストーンゲットして、え、まだ一人だよ、まだ一人。え、どこまでだっけ、馬の強制スクロール。なんか最後の最後まで強制スクロールだった気もしなくも、うわー、ないですけども、この街全部壊してやる。ちょっと待って、大丈夫なんだよな。はい、ジャンプ。え、どこで馬解除、
馬の解除が全然わかってないんですけど、ギリギリのところで避けていく、素晴らしいでございますが、ちょっと待って、はい、きらめきストーンのかけら、ええ大丈夫大丈夫、これ終わっちゃうよ、強制スクロールで、強制スクロールで終わっちゃったらどうすればいいんだ、列車に乗り込んで止めよう、はい、ここはジャンプで乗り込んでいく、あー、こっからは普通にピーチの操作になるので見つか、いやでも背景とかなく、うわーいた、ちょっと待って、それやりすぎだわ、うーわ、これわかる、難しい、ということで見つかったでござる、よく MK さんも今見つけたでござるな、あらららあーちょっと間落ちてしまいましたが、まあ落ちるのもね、やり直しという意味では一つコツではございます。さっきのは見つけた判定 OK 出てますね。ってことはあと一人、ちょっと待てよ、あーら危ねえな、今の看板とか多分当たっちゃダメだったよね、これさ、下、待て、どういうステージだったっけ、もはや忘れちゃってるわ、これ途中で下行くんじゃなかったか、でそこの下、待て、てか普通にこの辺にいる可能性もあるのか、いや2回同じ隠れ方はしないんじゃないかって今勝手に思ってるんだけど、勝手に思ってるだけだよな、それだって MK さんかな、待って、こういうとこ可能性あるぞ、うわ絶対この辺にいるわ、絶対この辺にいるわ、なんならスタート後ろだろう、いやここのスタート後ろシルクハットがいた気がする、私の記憶が正しければね、この後ろはシルクハットだったはずだ、だよね、あ、だよね、ってことは関係ないな。で、ここにもきらめきストーンがあるんですけど、いや、きらめきストーンの場所はワンチャンありえるか。一応行こう。一応行きましょう。そう、こういう舞台裏は、いる可能性も、いや、いないよな。いや、でもどうなんだろう。一応やった方がいいと思うよ。これ、いたら、だって、完全に見逃すからさ、もう一回来ないといけなくなっちゃうからね。はい、これできらめきストーンゲット。もう一度周りをしっかり見ますが、さすがにいないな。いやでもさ、さっきのさ、夕焼け何もないところで隠れて、あれだって壁ですらないからね、危ない壁ですらないところにも隠れてたりはするから、これあの本当油断しない方がいいぞ。落ち着け。これ倒しちゃうととかありえるか。待って、さっきのもさ、うわ待って、今後ありえるかもしんないわ。仕掛けをさ、何も考えなしに作動させんのやめよう。これ仕掛け作動したら取れなくなっちゃうみたいな可能性全然ありえるから。うわ待って、こういうさ、あーいたいたいた、すーげー変なとこいるやん君、また、ちょ待って、待って、あぶ、これ強制的にあの切れるのがこっち側でよかった、向こう側にあのこのひっつく場所がいったらあのダメでしたね、取れませんでしたね。ということで、はい、なんとかこれで隠れんぼが揃いましたので、あとはゴールするだけちゃちゃっとやってしまいましょう。カット。はい、ということでカウガール終わりました、ありがとうございます。カウガールも2回目だからこれが本当の終わりか。いやでも地下のキラリスタが可能性あるのかあまり終わりとか言わないようにしましょう。ということで、これでまた3回の、忍者キラリスタの弟子1ステージ終わりましたが、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回、残り3ステージと、あとは猫の再戦ですね。なんだったっけ、プロジェクターキャットか、あいつもどういう条件なのかわかりませんが、なんとか頑張っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。